じゃあいいです。はい、皆様こんにちは、リビングリッシュ始めていきましょうということですね。リビングリッシュとはリブという、住むというリブ、英語のイングリッシュを合わせた造語で、日本で唯一の住み込み型語学スクール大阪イングリッシュハウスの代表、私渡辺秀和と飯田です。え？いいですですがお届けする番組です。はい、ということで今回もですね、場所を変えてYes. やっちゃいましたね。We're changing again. はい、この場所、英語図書館、日本で最初の、Is it like what Japanese people do? ここで、like、in spring, you just keep changing. そうね、いつでも変わって変わって。Yes. うん、何でしょう、インプルーブメントね。Yeah, how does that work? ね、すごいね。はい。ということで、今回はですね、SIS から宇佐美さん、はい、ゲストでお越し来てしていただいております。宇佐美さん、ここに来たらね、はい、英語で自己紹介をしてもらおうっていうので、はい、ぜひお願いします。お願いします。はい。In English, ね、はい、In English, please, です。My name is 国俊宇佐美。I live in 枚方。幼少の頃からずっと素晴らしい素晴らしい素晴らしい、はい、じゃあ、はい、仕事してます。素晴らしい、はい、じゃあ、本編は次のやつを見てください。はい、じゃあ